武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京海洋大学の入試について話していきたいと思います。まず東京海洋大学ですが、まあ大きな変更点、まず学部学科の再編ですねが行われます。で、海洋科学部、こちらが海洋生命科学部と名称変更と、あと学科の再編行われてて、さらに新設学部の海洋資源環境学部が、できます。海洋工学部は名称は変わってないんですけど、中身の学部、中身の学科ですねが、一部変更が行われています。はい、でさらにあともう一個ですね、英語がですねセンターの、英語と、あと外部試験の英語で、まあ、一定以上の点数を取らないと受験資格が得られないという形に、なっています。これが2016年から、改定されているんですが、基本的には外部試験、まあ、TOEIC や TOEFL、などですね、こちらで、特定の点数なり、まあ、英検だと何級以上みたいな形の、ものを取らなきゃいけないと。ただ今のところは経過措置として、英語で、リスニングと筆記合わせて、まあ、トータル7割以上、取れば受験資格が得られると。これはまあ将来的には外部試験のみに移行する予定であるというふうになっております。そんな東京海洋大学センターの点数ですね、大体目標はまあ学部学科でちょっと違うんですが、大体6割後半から7割前半程度になってますので、まあ、目標としては7割は超えたいと。で、まあ、センターの配点もそれなりに高いので、センターができなかった分を2次でリカバリーするっていうのはやはり、まあ多少不利になるというのは全然いいんですけど、大幅に取り返すことはちょっと難しいかなと思いますので、やはり基本的にはセンター7割超え、まあ、できれば 7割前半をちゃんと取るようにと、いうことを目標にしてやっていっていきましょう。では、それぞれの科目ですね、英語、数学、物理、化学、生物、小論文の勉強について話していきたいと思います。